大森和代のいつもつながっているよ渡らせトーク。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あ、そう、私お話ししたくてずっと、はい、言ってないことがあったんですけど、8月の29日8月30日が、はい、広島講演会でしたね、はい、29日前日ね、はい、夜、まあ、夕方からの結婚式だったんですけどね、はい、結婚式に出させていただいて、はい、広島でですね、はい、で花嫁さんが今日教会で結婚式だったんですけれども、はい、その後ブーケを投げられるんですよね、ブーケトスって言うんですかね、はいはい、ありますね、はい、でその時にね、はい、独身の方こちらに集まってくださいって言われたんですよ、はいはい、それで私と、はい、あと60代の方、まあ、70近い方、一人は70近い方、2人と、あと50代の独身の女性と、はい、まあ、みんな一応独身なので、はいはい、私も含め、はい、独身だってとか言ってこう、一緒に行ったんですよ。なんかこう、おばちゃんがすごいのか、若い方がタジタジと後ろの方におられて、はい、前の方に出て行ったんですけど、はい、で、なんとそのブーケを受け取っちゃったんですよ。そうそうですか。はい。でそれで広島講演会ではブーケを持って、はい、ステージに登場したんですけれどもそうなんですね。でそのお話をさせていただいたんですけどね、あれ本当にね、もうこうヒューっとこっち来たんで、はい、ポッてやったらパッて撮っちゃったんですよね。あ、なるほど。なんかでも撮った途端に爆笑、はい、なんかそういうのも珍しいのではないかなと。でも一直線に先生のところに来たんですよね。まあ一直線ちょっとここら辺だった気も、ちょっと記憶は定かではないんですけど、もうなんかパシッとパシッと撮ってしまったという、はい、はい、だったんですよ。あのブーケトスって行き先が決まったように結構その人のところに飛んできませんか。飛んでくるんですか。あれは何、受け取ったら次に結婚ってことですか？っていうことらしいですよ。嬉しいですね。先生もじゃあ、ご縁が。私は神様一筋でございます。はい、またじゃあ素敵な思い出ですね先生。本当にね、はい、もうこれは50代60代のお見合いパーティーを企画しなくてはいけないかしらとかも思ったんですけれども、前にやりましたよね、はい、先生、はい、はい、お見合いパーティー、若い方のね、でも50代60代ぐらいでどうかしらとかなんか、はい、勝手に一人で盛り上がってますね私は企画者であって参加するかどうかはわからないんですけれどもね、でもやっぱりね、そういう年齢の高い方たちにもね、はい、また幸せになっていていただきたいなとはね、そうですね、はい、思いまして、はい、本当になんか思い出に残る結婚式の参列でした、はい、もう、はい、本当若い方もいっぱい後ろにいらっしゃった方ごめんね、はい、そうですね、でもねその時新郎さんも投げられたんですよ、はい、でブーケかなと思ったら飛んできたのがブロッコリーと、はい、マヨネーズやるんですか、ね、よくやりますね。やるんですか、はいはい、あ、そう、ブロッコリーって、まあ、花束みたいですもんね、よくあるんですね。なんか前に、はい、そういうのありました、うん、私も。あ、そう、はい、あっちの方が食べれてよかったかなってこう落ちた瞬間あ、ブロッコリーも投げるのみたいなちなみにブロッコリー落ちたんですか。落ちちゃったの、下に。でも慌てて拾いに行った方がいらっしゃって、はいはい、うん、その方たちどうなんでしょうかね、その子は、あ、男の子が拾ったんですけどね、はいはい、彼女がいる子なので、もしかしたらもうブロッコリーでねお料理作ってもらえるような状況に将来になったらいいなって思いながら見てたんですけどね、うん、はい、ゆみちゃん受け取ったことない？私直接もらったことはありますけど、もらうキャッチはないんです。キャッチはない、はい、そうですか、はい、まあこれもね、まあ、神様が翌日の講演会の話題作りのためだったのかなとか思ってそれで先生のところにこう一直線に飛んできたんじゃないですか。でもね、なんかこうと思ってね、はい、一応夜神様にね、これは何か意味があるんでしょうかとお伺いしたんですよ。そうなんですか、はいはい、そしたら一言、講演会に集中しなさいというお言葉が来ましてね、はいはいみたいなまだその意味はお伺いしてないんですけれどもなるほど、まあ、でも何でもいただけるっていうのは嬉しいことですのでね、はい、はい、素敵な先生の思い出に、はい、うん、本当です、ありがとうございました、はいはい、それでは先生今日は質問コーナーをお願いいたします、はい、はい、では今日も行きたいと思います。大森和代の愛のお裾分け、はい、では質問をゆみちゃんから読んでいただきます。はい、はい、今日は81番ちゃんさんからの、はい、質問です。はい、大森先生、久々にコメントさせていただきます、
久々のコメントがまたミーハーな質問で申し訳ないのですが、はい、魂の絆や魂のご縁の不思議を知りたいので質問します、はい、最近交際0日で結婚した女優の堀北真希さんと俳優の山本浩二さんは前世からの強い強い絆があってのことだったのでしょうか、はい、頭や心で感じるより先に魂が先に気づくことが誰にでもあると思うので、このお二人もやはりそうだったのでしょうか、どうか教えてくださいというご質問です、はいはい、久しぶりにね、まあ、ちょっと芸能人の方のご質問ということですけれども、はい、堀北真希さん、今ちょっと今聞いたので今こう、お伺いしまして、もちろんつながりは深いですとおっしゃっておられます。で、堀北真希さんは前世男です。山本浩二さんという方は前世女として生まれています、お二人は兄と妹の関係、前世ですけれどもだったということだそうです。このように血縁でお生まれだったということは、やはり縁は濃い方だということなんですね。はい、交際ゼロ日って今おっしゃったんですが、そこはやはりはてながちょっとつきました。はい。ゼロ日。交際ゼロ日っていうのはちょっと違うみたいなんですけれども、言っちゃっていいですかね。はい。ということだそうです。はい。まあ、今後の結婚生活においては、山本浩二さん次第ということも神様はおっしゃっておられます。やはりそういう世界の方ですから、きっとモテたりもされると思いますので、はい。まあ、山本浩二さんが、まあ、長い結婚生活において、堀北真希さん以外の方に目が行った時に、堀北真希さんが本当に母のような、まあ、前世でもね、兄ですから、まあ、妹のやることぐらいみたいな多めにね、見ていただいて、そこで夫婦円満にね、末永くお幸せになっていただきたいなと思います。はい、なんか私も堀北真希さんという方はとても魅力的な女優さんだな、何かちょっと他の方とは空気が違う、まあ波動がちょっと違う女優さんだなと思ってましたので、このご結婚本当に幸せになっていただきたいと私も祈らせていただきますので、はい、お幸せに。はい、先生今日もありがとうございました。ありがとうございました。いや、もう突然だったのでびっくりしましたよね、このニュース、はい、あ、突然だったんですね。突然だったですね。はい、はい、まあ交際ゼロ日ですから突然でしょうね、表向きって言っちゃって、交際ゼロ日だと突然ですね。交際がどこまでが交際なのかですよね。そうですよね、はい、プラトニックな関係だったとかそういう意味なのかもしれませんけどね、はいはい、お食事とかはきっと行かれたりとかもあったんではないかなと思いますけどね、はい、でも、はい、お兄さんと妹さんだったんですね。そうなんですよ、意外です ね、 ですね、逆なんですね、男女がね、はい、こういうことはよくありますか、うん、先生。そうですね、男女逆っていうのはありますね、はい、ご夫婦の場合で、大抵そういう場合は奥さんがどんどん強くなっていくとかね、あ、なるほど、結婚してからどんどん奥さんが強くなっていっちゃったりとかっていうのはありますね、はい、よく講演会に来てくださる方もね、奥さんに連れられてきてるという方が結構お見えですよね講演会もね。はい、はい、いや、で先生今日、オープニングから紫すごいお綺麗ですね。 ありがとうございます。素敵な、はい、はい、なんかプロデューサーさんにも高級クラブに来たみたいって言ってくださったんですけど、銀座のママみたいって、ありがとうございます、はい、素敵です、はい、全てこう今日ももらいもん、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 ドラえもんじゃありません、もらいもんありがとうございます。はい、お似合いです。いろいろといただいたもので、はい、そうですね、いろいろ助けられております。本当にすいません。あ、でもね、このワンピースですね。懐かしいんですけど、盛岡の川徳で買ったワンピース。そうなんですね。夏のセールで買ったので、ちょっと薄地で。いつもご覧いただいている方ならご存知の。ですけれども、はい、盛岡の唯一のデパート、はい、川徳デパートさんの。川徳デパート。はい、噂のですね、はい。はい、そこでワンピースいただいて、お姉さん元気でしょうか？店員のお姉さん。お会いしたいです。本当ですね、これ買った時に、はい、もう一度試着していいですかって言ったら、はい、再び試着室へとお旅立ちくださいって言われたんですよ。そうなんですね。はい、
い、あのこれ買った後にね、スカートを試食しようとしたら、はい、そうなんですね、また盛岡行きたいですね。本当です ね、今年は講演会盛岡なかったの で、 そうです、ね、はい、来年はあるように祈りたいなって。ぜひぜひまたね、盛岡もね本当いいとこですからね、はい、はい、カッパさんに会いたいなそうですね、でも岩手さん大丈夫かなとかね、いろいろこう盛岡のことは時々思い出すんですよ、はい、うーん、はい、で紫っていい、はい、いいですよね、はい、なんかすごく好きな色です。あ、うん、先生もお好きなんですね、紫。紫とか私、はい、ネイビーとか好きなんですね。そうなんですね、うん、普段は、はい、あの結構人前ではこう明るい色を着るんですけど、普段はちょっとこう、あの普段の自分は地味なね、はい、うん、家のホームウェアもネイビーだったり。あ、そうなんですね、はい、先生がホームウェアを着られてるっていうのがまた想像できるんですけど、まあ、家用のワンピースとか、はい、やっぱりネイビーとか黒とか多いですね。まあ、落ち着きますね、なんか。なんかね、はい、暗い色、本当はネクラかもしれません。そうなんですね。どんなネクラでしょうか。はい。はい、ゆみちゃんは私もどんなパジャマ？私もいきなりパジャマのネグリジェ。いや、はい、私もあの黒白多いですね。パジャマも。はい。あ、黒白ばっかりですね。メリハリがありますね。なんか偉い黒と白と、黒と白と黒と白とって感じですね。そうですか、はい、私寝るときは明るい色着て寝るんですよ。そうなんですか、なんか楽しい夢見れそうじゃないですか。なるほどなるほど。寝るときは本当ここ猫ちゃんついた、はい、とかね、猫ちゃんついた、あ、そうなんですね、ポッケから猫ちゃん顔出してるとか、そういうあのパジャマだったり、本当にあの黄色地にいろんな色の水玉とか、はい、でもきっと色が気分に関係するっていうのもありますよね。そうですよね、はい、やっぱり寝るときは明るい気持ちで夢の中でって、はいはい、私よくあの皆さんのね夢に登場、先生夢に出てきてくれてありがとうって ね、 よくコメントいただくんですけれども、はい、私気になるのはどんな格好で行ってるのかなっていうのが気になるので、やっぱそこをちょっと意識して、もしこのパジャマ姿を見られたらということを意識して、やっぱりちょっと明るい、あのきちっとしたパジャマを着てるほどもしこのまま飛んでちゃったら先生猫のパジャマ着てましたとか言われちゃう。もしそういう方いたら、ね、ちょっと教えていただきたいですね。面白いですよね、はい、その方が先生こんな格好できましたよっていう服装と私の本当に持ってるパジャマが一緒だったら、もう合ってたら本当にすごいですね。本当すごいご縁感じます。はい、はい、あのまた教えてくださいね。はい、はい、あのでもよくあるのは白いドレス姿だったとか、そういう姿で飛んでいってるみたいな。やっぱりこういうね講演会の時とか、うん、あと歌を歌われる時とかイメージがね、やっぱりお持ちなの で、 で、ね、やっぱそのイメージの私が出てるのかなと思いますけど、そうですね、はい、でも皆さんのところに本当にちょこちょこ行かせていただいていますのでね、はい、はい、また今夜も夢で会いましょうね。はい、そして先生明日はいよいよ大阪で講演会ございますね、はい、そうですね、はい、はい、また大阪の皆さん、あの一緒にねつながれることを楽しみにしてます、はい、そうですね、大阪も本当最近姉さんって言われないんです。私前ありましたよね、うん、先生、はい、なんかあの波動が変わったんでしょうか、うん、なんかあのそんなに最近大阪に行っても、前は割と街中、梅田の辺とかすごいうろうろしていたので、はい、うろうろっていうことはないですけど、うろうろっていうと、あの食事も本当に北の方に食べ、北のなんか新地の入り口の辺のお店とか、はい、行ったりしてたんですけど、最近あまりあのそういう都会に大阪も出ててないからかなとも思うんですけど、そうなんですか、あのなんか落ち着いちゃってるので、はい、あのそういう機会がないだけかな、どうでしょう、はい、今度梅田に行ってみたいと思います、はい、そうですね、会場梅田のところなんですけれども、ね、そうですね、はい、先生にお会いできたらびっくりですね、はい、はい、また街角で見かけたらお声をかけてください、はい、はい、じゃあまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye.